中年オタッキーです。今日はねちょっとお昼に撮影してるんですけども、撮影する時間がなくってね、法廷休憩時間に撮影しています。のたうち回っておりますね。もう渋滞がすごいです。事故も多いですしね。まあお盆だから仕方ないんですが、県をまたぐ移動の自粛はどこ行ったんでしょう。そんなことはどうでもいいですけども、今日はねこのカメラの紹介です。はい、これね、ドリームロコモーティブ様に提供いただいたね、これね、富士カ、オート7クォーツデートっていうカメラになるみたいですね。ではこのカメラで、ね、モノクロフィルム、またコダックの T-MAX100 で撮ってきました。で、その作例とかをね、紹介していこうと思います。それでは動画スタート。はい、このね、富士カオート7QD、QD はまあクォーツデートの略なんでしょうけどね。どんなカメラかというと、まあ、1981年ぐらいに発売になったということで、価格はだいたい5万円ぐらいだったということなんですけども、正確な数字にはね、ちょっとたどり着けなかったです。単三電池だけで動く新設設計。まあ、この辺はね、フラッシュ富士カとかと同じなんですね。でね、レンズがね、38mm の F2.8。まあ、このレンズなんですが、これもね、フラッシュフジカとかね、フジカ GER とかね、その辺と同じレンズを採用されてるみたいですね。まあ、この時代のカメラね、まあ、プラカメになってもレンズは同じというね、流れは結構ね、各メーカーにありまして、例えば、コニカのね、C35 とかね、C35 シリーズ、ほとんど、まあ、上級機種以外はね、全部同じレンズを、使っていたんですけど、各メーカーこの 38mmF2.8 もしくはね 40mmF2.8、 この F2.8 のレンズの写りが非常に良いんですね。まあおそらくね、ちょっと調べてはないんですけどね、4枚玉のテッサータイプになるんじゃないかと思います。もう使い方はね、もう簡単至極です。まあ後ろの蓋を開けて、でフィルムをね、ここまで引っ張れよって書いてあるんですね。丸バツとか、ね、書いてありますけど、セットの方法で、で蓋を閉めてね、電源を入れたらもう自動的にね巻いちゃいます。で撮影可能状態まで持ってきたら止まるんで、あとはねもうね、被写体を、真ん中にね、ファインダーの真ん中に枠があるんで、それに合わせて、ピントが合いますか、シャッター半押しでピントが合いますか、あとはシャッターを切っていくだけです。これ一番最初ね、シャッターを押したらウィーンってなって、シャッター、フィルムが、巻き上げが完了する感じなんですよね。あとはこれ1枚ずつ。あ、もう電池がねえか。もうちょっと電池が、なくなった感じかな。頑張れ。あ、もうダメだ。ちょっと電池がギリギリだったみたいですが。でね、オートフォーカスはね、これね、レンジファインダー式になるんですね。これ、ここにね、窓が3つあります。このでっかい窓はね、言うまでもなく、逆ガリレオ式のファインダーになりますね。ブライトフレームっていうんじゃなくて、これね、フレームが書いてあるタイプになります。でね、この2つのね、窓で、アクティブオートフォーカスですね。赤外線を発して反射してきた光で、まあ、被写体までのね、距離を測定するアクティブオートフォーカス方式になりますね。だから、カメラからはね、別にその被写体は見えてないんで、反射して入ってくる光だけで計測しているんで、結構ね、やっちゃうのが、例えば人が2人並んでるところの記念撮影で、真ん中にフレーミングしてしまうと、向こうにピントが合ってしまうっていうね、ミスがありますが。だからね、このシャッター半押しをね、利用してね、半押しでピントを合わせてフレーミングで、シャッターを切る。今電池が復活した。そんな感じの、撮り方になっていきますね。まあ、で、フィルムを装填したらね、衛星感度、ISO 感度ね、を、これね、レンズの内側にね、ダイヤルがあるんでね、ここで合わせるんですけどね、一応ね、MAX で400ですね。で、一番下が50まで、50から400まで設定できるようです。でね、ピント合わせをするとね、一応ここにね、ゾーンフォーカスマークが出るんですよ。
でピント合わせをした時に、あ、これシャッターを切った時になるな。半押しの時はダメだ。うん、シャッターを切った時に、勝手に巻き戻しになったのかシャッターを切った時にね、ゾーンフォーカスマークが出て、どこにピントがあったのかが大体分かるようにはなるみたいですが、これね、残念ながらファインダーの中にそれを確認するものはないんですね。オートボーイとかはね、結構ね、あのファインダーの中にどこにピントがあってビッて矢印が出て確認できるものがあるんですけどもね、こいつはそれはないみたいです。でね、フラッシュは一応ついておりまして、これポップアップ式じゃないんですね。ポップアップ式はね、あのコニカの特許だったみたいで、キャノンも使ってるけど、あれキャノンは、多分特許料払ってるんじゃないかな。レンズからね、遠いところに、ちょっとでも遠いところに、フラッシュの光点があった方がいいんですね。あまり近いところにあると赤目現象って言って目が赤く光っちゃうんですね。僕も作ったことありますか、赤目現象の写真作ったことがありますけど、非常に気持ち悪い写真になるんですね。これはね、多分ね、レンズとね、フラッシュの位置をちょっとでも離した設計になってるんで、それで軽減してるんだと思いますが、だいたいね、ポップアップするとちょっとだけ離れますからね。ポップアップするカメラが多いんですが、まあ、特許で、コニカさんの特許だということで侵害になってしまうんですね。でね、まあ、ここにも窓があるんですけど、この窓のどちらかで、外部側光式になると思う。多分 CDS だと思いますね。まあ、CDS 以外にもいろいろあるんですが、CDS が多分この時代は一番安かったんで、これ普及カメラなんでね。まあ、普及カメラといってもね、販売価格5万ぐらいするんですけど、まあ、多分 CDS で側光するものだと思います。で、今回はね、コダックの、TMAX100。これもね、ドリームロコモーティブ様に提供いただいたフィルムになるんで、カメラもフィルムもどちらも提供していただいたもので、今回動画作ってるんですけどもね、もうちょっと頑張って節約してね、オフ会の経費をね、貯めるために頑張っております。オフ会できるかどうかちょっと怪しくなってきてますが、感染爆発で。まあ、とりあえずね、ちょっとお金は貯めとかないとっていう感じでね、倹約しながら動画を作っておりますが、さあ、TMAX100 で、撮った、写真、どんな感じになったのか。それではここからは作例になってまいります。はい、作例ですけどね、柔らかい調子で写ってるのが分かると思います。まあこれかなり適当にね、もう本当に繁忙期でちょっと続いてるんで、かなり適当な写真が多くなってるんですがね、黒の締まりはちょっと弱いと思うよ。 TMAX って言ったら結構ね、コントラストが高く撮れるフィルムなので、これをかなり柔らかい調子で撮れてると思いますが、これはね、多分ね、全部ね、プラス1までいかないけど、若干露出オーバーになってるんだと思いますね。これはもうね、このカメラのおそらくね、露出の傾向、まあ、セッティングだと思います。その根拠っていうのが、カラーネガフィルムで撮るとね、若干オーバーで撮った方がね、綺麗に映ることが多いんでね。で、これピントの精度を確認しようと思ったんですけど、手前の、落ち葉にね、ピント合わせると思ったんですが、ありませんでした。これも手前のね、犬の首輪をつながるところに、ピント合わせたつもりですが、合いませんでした。結構ね、ピントをね、合わせるのはね、気をつけないと、こういうピンボケ写真を発生させる、カメラだと思いますが、ご覧になったらわかりますかね、逆光には非常に強いレンズですし、ピントが合えば、まあ、鷹の目テッサーって言ったらなんでしょうけど、すごい、解像度になるみたいです。で、これはフラッシュで撮影しておりますが、フラッシュの、露出の精度はまあ、やはり同じような傾向だと思いますね。強い光とね、まあ、ハイライトシャドウの強いところで写真を撮っても全然平行垂れないレンズで、まあ、その辺はね、フラッシュフジカとかフジカ GER と同じレンズということでね、もうレンズの性能は間違いないものだと思います。でね、まあ、プラスチックでできてて、まあ、まあ、ワンハンドストラップでブラブラ下げてね、バシバシ撮る、ワインダーを使ってバシバシ撮るのはね、本当にね、手軽に写真が撮れるということで、このカメラ。そういう撮り方はね、非常に向いてるんだと思いますね。まあ、フィルムカメラを、最近やり出して、みんな大体一眼レフカメラにね、向かっていくんと思うんですよ。マニア的な心情からすれば、一眼レフカメラに向かっていくんだと思いますけど、一眼レフカメラってやっぱね、撮るのが大変とか、持ち歩くのが大変とか、いろいろあるんですね。
で、こういうカメラはね、もう気軽にね、持ち出せるしね、まあ、壊してもね、入手する価格が低いんでね、あんまりね、痛くないという、ということでね、まあ、こういうカメラでね、バシバシ写真を撮った方が逆にいい写真が残ったりするんですね。で、シャッターチャンスにも非常に強いです。で、価格なんですが、ちょっとね、そのカメラ屋さんではなかなか売ってないカメラになると思いますね。そのまあ理由はそのあまり売れないと、高い値段では売れないカメラになるんで、儲けがないっていうことでね、カメラさんはあんま手をつけないカメラだとは思います。で、ヤフーオークションを見ましたら、まあ値段本当にバラバラですね。100円から8000円まであります。100円から8000円。100円のやつはちょっと怪しいかもしれませんが、まあ一番いいのはね、そのジャンクボックスに入ってたら一番いいですね。まあ北村とかね、ハードオフとか、まあリサイクルショップのね、ジャンク箱にね、入ってるやつで、炭酸電池2本で動きますんで、炭酸電池2本持っていてね、動けば買ってくるみたいなね、これ炭酸電池2本ですけど、で、試写するのが一番いいんだと思いますね。まあお安く仕入れて手軽に使うっていうのがこのカメラの醍醐味だと思います。まあ、このカメラだけじゃなくて他にもいろいろありますけどね、オートボイシリーズとかね、コニカ C35 シリーズとかそういう、ノリになっていくんですけど、まあ、安く仕入れて、適当にパパッと撮って、使う、特にで、ほんでこのカメラはカラーフィルムで撮るのがおすすめになっていきますね。若干オーバーで撮れてた、まあ、1段までは言わないけどね、 0.8 段ぐらいかな、はプラスで撮れてると思います。カラーネガーはね、若干プラスで撮った方がね、色のりが綺麗になったりすることが多いんで、そのためのセッティングだと思いますね。もしかしたら CDS が劣化してるかもしれませんが、そっちじゃないと思いますね。セッティングだと思います。まあフラッシュもねありますし、記念撮影とかね、家族の記録写真とかするとね、安く仕入れてね、パッパッと撮って、いいカメラなんだと思いますよ。映るんですをね、使うよりはね、最終的には安上がりになってきますし、全然こっちの方がいいと思います。所有満足度も映るんですよりははるかに上だと思いますし、露出がね、その調整するんでね、夕方とか、勝手にやってくれるんで、フラッシュをたくかたかないかカメラも判断してくれる。まあ、その辺はいい写真を残せるんじゃないでしょうか。はい、では今日はね、このフジカオート7QD の紹介でした。このカメラね、まあ繰り返して使うかどうかはね、そのスケジュール次第なんですけどね、またチャンスがあればカラーフィルムでぶち込んでね、家族写真でも撮ろうかなと思ってます。はい、今日のカメラ紹介の動画はここまで。ここからはね、作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日も5名の方の作品を紹介してまいります。トップバッターはヒデさんですね。中年オタッキーさん、こんばんは。ヒデさんです。毎回楽しく拝見しております。今年は北海道、東北が尋常な暑さととても応えます。本当そうですよね。雨も降ったり、なんかもう北海道と東北結構いじめられてますよね。以前開封動画で紹介されていたフィルムを使った作品を投稿させていただきます。カメラオリンパス OM1、 レンズ F 随行オート M50mmF1.8、 フィルムロモグラフィー、レッドスケールネガティブ50-200、3枚ありますが、作品名はどれも暑いでお願いしますということで、3枚組写真になりますね。ISO はどれも200で撮影しました。今度は設定を変えて撮影したいと思います。よろしくお願いしますということで、1枚目から作品いきますがね、もうこれ完全にね、色がねおかしいですね。まあ、こういう色に撮れるフィルムなのでしょうけども、これ非常に面白い。これ日中ですね、完全に日中なんですけどもね、レッドスケールということで、カラーネガフィルムをね、裏返して撮るとね、こんな感じになるんじゃないかな。裏返してセッティングしてあるのかな、レッドスケール。非常に面白い写真になって、3枚ともね、色が完全に転んでね、面白い写真になってます。このフィルムね、興味がある方ね、ぜひ使っていただければと思いますが、これ賛否両論はあるでしょうね。こんな色の写真撮ってどうするんだっていう人もいれば、面白いねっていう人もいるだろうし、賛否両論は、出てくると思います。はい、ヒデさんさん、ありがとうございます。次はね、ヤマタクさんですね。中年オタキさん、お疲れ様です。ヤマタクです。紹介待機がなくなったということで、久々に投稿します。梅雨の時の写真ですが、見て涼しくなってくれればよいかということで、タイトル水がお似合い。カメラペンタックススーパー A、 レンズペンタックス A50mmF1.4、
フィルムコダックゴールド200ということで、2枚なんですけど、1枚目、これね、雨粒もしっかり写っててね、これは良い写真になっていると思いますね。オシブラックはね、アジサイの色がもう一つ乗ってなかったな。で、これまあどうすればアジサイの色が乗ったかなと思うんですけど、まあアジサイの色、その紫色ですね、これ紫色は酸性だったっけ、どっちか分かんなくなったけど、その色にもよるんですよね。で、2枚目なんですけど、2枚目が良いですね、これね。これね、なんだっけ、花長図っていうことになるんでしょうけどね、光がない日なんでしょうけどね、こちら側がシャドウで向こう側が若干明るいところ、その光の差を、明暗の差を利用してね、上手にね、光をね、演出していると思いますね。山田区さん、良い写真ですね、ありがとうございます。次は一都市九さんから2枚ですね。1枚目が稲穂の穂ですね。2枚目が田園風景ということで、カメラはニコン FM3A AIS24mmF2.8 コダックカラープラス200で撮られております。で、1枚目なんですけどね、1枚目はね、稲穂をバーンとアップにしたんですけど、もうちょっと円形も入れたかったかなっていう気もしますが、まあ穂の写真なんで、これマクロで撮っても面白かったかもしれないですね。ちょうど稲の花が咲いておりますね。で、2枚目はね、地上にね、広がりある良い写真、24ミリということで、良い写真になっております。これね、もう満点に近い風景写真ですが、ほんの少し、平行が出てない、傾斜がついている写真になってます。まあ、そこは気にせずって感じですかね。はい、一度四球さん、ありがとうございます。水平がね、水平警察とかね、なんかいろいろ言いますけど、やはり風景写真は結構水平は肝になってきますね。です。次はね、次は栗さんだね。こんばんは。愛用のキャノン T70 が故障してしまったので、過去の写真を投稿させていただきます。タイトルは、秋山の朝。撮影時は1993年10月、場所は南アルプス千畳岳。カメラ EOS 650 EF2870mm。フィルムはネガを見るとコニカからインプレッサ50とシールが貼ってあります。コニカが ISO50 のネガから出していたなんて忘れてました。ネットで調べたらかなり気合の入った製品だったようです。若い人はコニカがフィルム作っていたなんて知らないでしょうね、ということでね、コニカは結構ね、ネガもね、ポジもね、ネイチャーフォトを撮るものをね、結構作ってたんですが、はい、写真です。これ非常に雰囲気のある写真になっておりますね。まあ高い山から雲海を撮っているということで、これ手前はこれ雪ですかね、雪が乗ってる感じですかね。まあシャドウの部分ね、はっきりはわからないですけど、雪っぽく見えます。これかなり山の高いところにね、登らないと。以前もね、登山の、写真栗さん送っていただきましたが、結構登山の、趣味をされている感じになるのかなと思いますね。この写真ね、カラーネガ、らしい色調ではありますね。まあコニカのカラー、何だったっけかな、リバーサルの神秘だったっけかな、どこもありましたけど、ちょっと面白い発色をするフィルムであると思いますね。今はもう入手不可能ということで残念ではありますが、栗さんありがとうございます。次はね、池さんですね。おたきさんお疲れ様です。いつも楽しく拝見しています。今回は投稿写真2枚で、ただいま長いだけの写真人生で、初めてのリバーサルです。色に驚きました。某カメラ店で現像。DVD にデータ化してもらいましたが、ダイレクトプリントでどんな仕上がりなのか、鳥肌ものかもしれませんね。もうね、楽しむことができなくなったんですけどね、ダイレクトプリント。カメラはニコン F2 フォトミック A、マイクロニッコール P、オート 55mmF3.5、富士ベルビア100というですね。1枚目はタイトル、赤の変化、尺投げ。2枚目はね、紫からの雫、アジサイ。よろしくお願いしますということなんですね。1枚目からいきますがね、これね、お日様は照ってないみたいでね、若干ね、色が上がってしまってるんですけど、この発色。リバーサルのね、まあ、これね、ベルビア100でこれですからね、非常に、美しい写真になっておりますね。まあ、マイクロニッコールということでね、レンズも素晴らしいんですが、2枚目もそうですがね、その花びらから落ちる雫のね、ディテール。いや、素晴らしいと思いますね。でね、ディテールは高いんですけども、デジタル写真と比べるとね、高すぎないんですね。
ここがね、そのリバーサルフィルム、フィルム写真の、良いところで、デジタルはね、ディテール、まあ、言うたら、解像度が高くなりすぎて気持ち悪くなっちゃうんですね。肉眼より解像度高くなってしまうことが最近のデジタルカメラ多いんで、非常にね、ナチュラルでいい写真になってると思います。はい、今日のね、作品投稿のコーナーはここまで。ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日はね、モンタロウさんの俺のカメラですね。こんにちは、俺のカメラのコーナーに投稿します。先日のオタッキーさんの動画で教えてもらったので、ニコン F2 につけるために F のアイレベルファインダーを買ってみました。ただつけて気づいた、ニコンの名盤がない。改造でつけれるらしいが、名盤だけ買うと2万くらいするし、それなら F のブラックボディだけ買うわ。ということで、ファインダー本体レンズすべてちぐはぐですが、軽くて使いやすいです。写真は Z6II 2470mmF4S で撮りました。今後とも動画楽しみしてます。僕のライブでね、F2 に F のファインダーがつくということでね、これ結構な落とし穴だったですね。 F2 にはね、ニコンの名盤がないんですね。で、 F にはね、ニコンの名盤があるんです。これは落とし穴だった。本当に申し訳ないね。早とちりでしたね。まあ、つくのはつくんですけどね。ここは落とし穴でした。でね、写真なんですけどもね、これね、ちっちゃくニコンって書いてあるとこは非常に可愛いですが、これブラックボディのアイレベルファインダーをシルバーボディの F2 に乗っけてるみたいなんですね。ねえ、レンズはね、AF ニッコールのね、F2 がついているようで、確かにね、全部がちぐはぐ、確かに全部がちぐはぐですけど、なんとなくまとまってるように見えますけど、気のせいでしょうか。これ、アイレベルファインダーにニコンのね、マークなんとかつけれないのかな。ニコンのね、白いニコンのマークのね、透明ステッカーかなんか売ってる人、いやー、知らず売ってねえだろうな。まあ、そんなわけでね、モンタロウさんの俺のカメラでした。投稿ありがとうございます。俺のカメラの投稿ね、ちょっと落ち着きましたんで、今日は1名の紹介ということで、ここからはね、やったやっちまったのコーナーになります。やったやっちまったのコーナー、今日はケンちゃんさんのこれやったかな、やったかな、やったやっちまったのコーナーに投稿です。カメラはトプコンユニ、1台はプリズム不織布で他は、健康、もう1台はプリズム健康シャッター不良、そこで誰でも考えるニコイチです。止めネジは、止めネジが前はマイナス、後ろはプラスと少し違いがあります。製造時期は違うんですよこれ多分、ほぼ同じです。レンズもね、前は 50mmF2 で、あとは後ろは 53mmF2 です。綺麗にしたつもりがちょっとゴミありですが、また機会にがあれば綺麗にしてやろうということですね。まだね、ファインダーの世界は終わってないのかな、これ。まあ、今、現状では、ファインダーが腐食して見えにくい以外は片一方は使えるのか、片一方はシャッター不良で動かないということです。トプコンユニって言ったら、ちょっと調べなきゃ分からない。ここレンズシャッターの一眼レフかな、どっちだろう。ミラーがシャッター代わりになっているようなやつがありますよね。確かね、違ったかな。そんなわけで、トープコンのね、ユニ、うまいこと直ったらまたね、写真を撮って投稿していただければと思います。ここからはね、教えてオタッキーのコーナーになります。はい、教えてオタッキーの投稿ですね。教えてオタッキーさんに投稿ですって、秋潤さんですね。秋潤さんの投稿です。カメラキャノン F1N で夕日を撮影しようとした時、シャッタースピードや絞り等の設定を教えてほしいです。三脚に立ててバルブですかね。露出は関係ないですかね。フィルム一眼の駆け出しものなどでご教授くださいということなんですが、これ結構難しい質問になりますね。夕日っていうのはね、本当に難しくって、時間によって明るさが変わるんですね。例えばね、以前僕がね、ニュー F1 でね、撮影した、夕日っていうかね、もう日が暮れた後の夕空を撮影した時は、ベルビア50でね、シャッター速度30秒、絞りが F1.5
ちゃう、F2.3.5 だったかな。F3.5 の解放とか、そんなんで撮ったこともあります。その時はうまくいったんですけど、完全に山間ですね。で、一番いいのはね、露出計で測定するのがいいんですけども、まあ露出計で撮ると、その露出計のね、示す、その、何ですか、適正露出が果たしてどの色のものかわからない。ここで出てくるのがデジタルカメラですね。デジタルカメラで撮ってみるとそれがいいんじゃないかな、一番ね。デジタルカメラで例えばシャッタースピード30分の1 F1.4 開放で撮ってみて、色を見てね、それで判断するとか、まあ、そういうパターンになってきますよね。僕は結構夕日の写真はデジタルカメラ使いますね。分かりにくいんでね。夜景もそうですが、結構デジタルカメラ使います。デジタルカメラで露出を見てフィルムカメラで撮ると、じゃあ最初からデジタルで撮れよっていう話になってくるんでしょうけども、まあそこはフィルムで撮りたいからっていうのもあるんでしょうけどね。まあそんなわけでね、マニュアル露出が可能なデジタルカメラを携行して撮るのが一番近道だと思います。そのうち覚えていくと思いますが、夕日は本当に難しいです。シチュエーションによってね、本当に明るさが変わるので、まあ、ここはね、山間で撮ってもいいんですが、難しいところになると思いますね。沈みたての夕日、まだ沈んでない夕日、沈んでから結構なる夕日、つべつが露出が違うと、まあこれ人それぞれになってくると思いますが、僕はデジタルカメラで撮ってみてっていうのをお勧めします。はい、今日の動画はここまでになっていきます。いかがだったでしょうか。ちょっとね、駆け足で撮影してます。ほんとバタバタでね、もうとんでもないことになってるんでね、もう今日ね、すごいあっちこっちすごい渋滞で、今日帰りどこから帰ろうかすごい悩んでるんですけども、中央道からね、名古屋を通って大丈夫かなとか、もう北陸道で舞鶴抜けるかなとかね、いろいろ考えてますが、まあ、まだ答え出てないんですけどね。そんなわけでね、ちょっとお盆休みね、人がすごい動いてるんで、皆様もね、感染に気をつけて、もうね、動くなって言えない状況になっちゃってるんで、みんな動いてるんでね、だからもう感染に気をつけるしかないと思います。僕のね、動画を見てくれる方はね、一人でも失いたくないんでね、本当にコロナの感染には十分ご注意くださいませ。はい、それでは今日の動画はこんな感じです。いいねボタンをね、ぜひぜひお願いしますね。もういいねボタンポチッと押すだけなんで、いいねボタンお願いします。チャンネル登録ね、ちょっと鈍っておりますがね、じりじり増えていっております。まだね、チャンネル登録されてない方はぜひぜひチャンネル登録お願いします。でコメントの方なんですけど、ちょっとこの間ね、トラブルが出て過去のコメント返信が消えちゃったりしてますが、全てのコメントに一応ね、返信していこうと思っておりますので、何か感じたこととかありましたらね、コメントの方よろしくお願いします。コメントが増えれば増えるほどね、動画がシェアされるみたいなんで、本当によろしくお願いします。はい、今日の動画はこんな感じ。次の動画はね、次の動画、あら、どこ行った、どこ行ったか分からなくなった。ミノルタのハイマチックね、いただいたカメラになりますが、それでね、撮影してきました。果たしてね、どんな写真が撮れたのか、セレン光電池式の EE カメラで、まあ、マニュアル露出は基本的にはできない、シャッターそのストロボモード、でしかできないカメラになります。全て EE で撮ってきましたんでね、それはどんな写真撮れたのかという動画になっていくと思います。はい、今日の動画はここまで、また次の動画まで、お待ちくださいませ。それではごきげんよう、さよなら。